競馬ブック YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。TM トーク司会の青木恵子です。今回は特別版としまして、競馬ブックの新入社員5人とともに天皇賞1週間前の考察をしていきたいと思います。では早速皆さん自己紹介をお願いします。はい、編集部の星谷亮央と言います。よろしくお願いします。出身は愛知県です。で、好きな馬はディープインパクトです。よろしくお願いします。編集部、石川正義です。出身は千葉県で、船橋競馬場と中山競馬場が近くにあります。好きな馬はオルフェーブルで、オルフェーブルを機に競馬を始めました。よろしくお願いいたします。編集部所属の増田伊吹です。出身は新潟県佐渡島です。好きな馬はウォッカです。よろしくお願いします。編集部所属、中津川浩平です。新潟県出身で好きな馬はコントレイルです。よろしくお願いいたします。編集部所属の五十嵐隆一と申します。埼玉県出身で好きな馬はラブカンプです。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんありがとうございます。では早速、2週間前の登録馬の中から有力馬を選びまして、8頭を紹介していきたいと思います。最初の1頭が帝王ロイヤル。増田さん、お願いします。はい、私が紹介するのは帝王ロイヤルです。お父さんはリオンディーズ、お母さんが、名称王妃。で、母父にマンハッタンカフェがいます。強調ポイントといたしましては、まず、金2走、長距離戦で2連勝中ということです。前々走から見ていきたいと思うんですけど、ダイヤモンドステークス G3 なんですけど、3400メートルの長距離戦ですね。これを1着という成績を収めております。内容を見ていきますと、ダイヤモンドステークスハンデ戦なんですけど、58.5 キロ、トップハンデを背負っての出走でした。スタートからすごくスムーズに出ていって、2着馬を見る形で道中進めていくんですけども、直線に入ってからこう2着馬との追い比べで上がり最速タイの足を使って競り勝ちというすごく強い競馬をしていました。で、前走なんですけど、阪神大賞典 G2 3000メートル、これも1着でした。波打重賞馬たちを1周、そして5馬身差の圧勝という素晴らしい結果を収めております。ここでもスタートがすごくスムーズで3番手ぐらいに落ち着いてついて進めていました。ここでも上がり最速ですね。2800メートルを走って、ラスト1ハロンが11秒6という素晴らしいタイムで。この金2走を見てみますと、スタートをうまく切って、後位につけて。で、最後すごく強烈な末足で2連勝。で、また、おととし2022年の時点で、天皇賞春を3着という成績を収めております。その後はちょっと伸び悩んだ時期とか、あとは骨折で11ヶ月の休養を取る期間もあるんですけども、ここ最近先ほども言いました通り、長距離戦で2連勝しておりますし、本来の力を取り戻してきたっていうイメージがあります。一昨年はすごくチャレンジャー的な面もあったと思うんですけども、今回はすごく有力馬の一頭として挑む天皇賞春ということで、すごく期待しております。今回の鞍上なんですけども、石田裕二ジョッキーとずっとコンビを組んでおりまして、3歳1勝クラスから4連勝で、悔しい春の天皇賞の3着、なかなか勝てない苦しい時期を挟んで、今年に入ってからの重賞2連勝という、文字通り、苦楽を共にした名コンビという感じがします。石田ジョッキー自身も昨年9月に、落馬負傷しておりまして、2ヶ月半の休養を挟んで、いらっしゃるんですけども、人馬ともに怪我に苦しんだ時間を乗り越えて、今回おととしのリベンジという感じで取りに行ってほしいと思っております。はい、ありがとうございます。では次に、去年の菊花賞の勝ち馬、ズレッザを中津川くんに紹介していただきたいと思います。では、私中津川の方からズレッザのご紹介させていただければと思います。まずですね、天皇賞春のデータをちょっといくつかご紹介したいなと思います。天皇賞春、過去10年の優勝馬なんですけれども、基本的に菊花賞、馬券内で出た馬が基本、勝ち馬として来ているというレースになっております。例に挙げますと、ゴールドシップ、北サンブラック、フィエールマン、阪神にはなりますが、ワールドプレミア、タイトホルダー、そして去年のジャスティン・パレスと。基本的に、優勝馬は菊花賞で馬券内になった馬から選ぶのがいいんじゃないかなというふうに思います。これは、去年勝ち馬、ドゥレッツァ該当しております。またですね、勝ち馬は基本的に若い馬から買うのがいいのかなというふうなデータが出ておりまして、6歳馬
になりますと、ゴールドシップが勝ったっていう実績はあるんですけども、基本的にここ10年の勝ち馬はほとんどが4歳から5歳馬なので、ブレッツァ後押しするデータになるんじゃないかなというふうに思います。ブレッツァ自身のデータについてご紹介いたします。父親がドゥラメンテ、母親はモアザンセーグリッド、母父がモアザンレディという血統でございます。この馬をワンポイントで表すと、瞬発力、こちらが一番の強調材料かなというふうに思います。全7走走っているんですけれども、5走で上がり最速をマークしている通り、直線での瞬発力、それが非常に大きな武器となっている馬でございます。皆さんの記憶に大きく残っているのは、やはり菊花賞かなというふうに思います。大外からのスタートだったんですけれども、ルメール騎手が1周目の坂の下りで一気にこうスピードに乗って、そのまま先頭に立ちます。でそこでうまくこう折り合いをつけて、ラチ沿いを確保しながらロスなく進めて、最後のコーナーの時に一度リビアングラスに花を譲る形になるんですけれども、そこからまた足は溜まっておりまして、そこから一気に上がり最速で突き抜けるという強い競馬で、この馬自身も初めての競馬だったんですけれども、対応力、であったりとか、ルメールジョッキーの臨機応変に立ち回る力というのが出た強いレースだったというふうに思います。そして今年の初戦になりました前走の金庫賞、中京の2000メートルで行われました。1着になった馬がプログノーシスだったんですけれども、ドゥレッツァ2着でした。プログノーシスとは5馬身の差がつけられたんですけれども、勝ち馬とは進路取りの差が出たかなというふうに思います。外にちょっと進路を取らなければ、いけなくて、その点でちょっと追い出しが遅れて、追い出しをかけた瞬間に結構もう前にプログノーシスがいたので、前走の負けはそのまま位置取りの差が結構大きいのかなというふうに思います。ルメール騎手のコメントにもあります通り、休養明けというのもありまして、この休養明けを叩いて、今回はさらにいい結果が出せるんじゃないかなというふうにコメントもある通り、この天皇賞春、陣営側も本気で調整をしてきているなというふうに感じております。この動画を撮影時点で、立冬の方で調整をされておりますので、日本の、お馬さんですが、この調整過程についても、こちらは特に心配は必要ないかな。思います。今回がですね、鞍上が戸崎ジョッキーになります。3走前の3勝クラスの日本海ステークスで、騎乗1回しているんですが、この時は、馬の能力に助けられましたっていうふうなコメントがある通り、位置取り、ちょっとうまく乗れなかったなっていうふうに、戸崎ジョッキー感じておられるようで、この時の経験をもとに、まあ、ドゥレッツァの一番力が生きる競馬ですね。後位からうまく立ち回って最後の直線で上がり最速、強い上がりで差し切るっていう競馬。結構、戸崎ジョッキーが得意としているところかなというふうに感じているので、まあ、その持ち味を活かしてほしいなというふうに思います。心配どころというか、まだわからないところが結構多い馬なので、そこら辺も一応ご紹介しておきますと、菊花賞が重賞初挑戦、それで G1 を取っちゃったっていう、まあ、すごい、馬なんですけれども、ただ一戦級の小馬と、まあ、対戦経験が少なくて、相対的な力関係が、まあ、測りきれないっていうところがあるのと、天皇賞春にドゥラメンテ3区が出てくるのが、まあ、タイトルホルダーを含めるとまだ2回目で、去年のタイトルホルダーが途中で競争を中止してしまったので、まだドゥラメンテ3区と、天皇賞春っていう関係がまだ読み取れていないっていうところがあります。なんですけれども、まあ、ドゥラメンテが、走れなかった菊花賞と天皇賞春、これをまあ、忘れ物を取りに来たっていう感じで取った、まあ、タイトルホルダーっていうのが印象に残ってますけども、どちらも阪神での天皇賞春と菊花賞だったので、まあ、京都での天皇賞春、ドゥレッツァにぜひとも取って父親の忘れ物を取ってほしいなっていうふうに思います。以上、私からドゥレッツァの紹介でした。はい、ありがとうございます。では、次にですね、日経新秋杯を勝ちましたブローザホーンの紹介を石川くんにお願いしたいと思います。はい、ブローザホーンの紹介をさせていただきます。5歳のボバで、お父さんがエピファネイア、お母さんのお父さんがデュランダルという、まあ、デュランダルはこう、短距離で活躍した馬なんですけど、そういったあの母のお父さんからこういった長距離の G1 に出る、馬が出るっていうのはまた競馬の面白いところだなというふうに思うんですけど、ブローザホーンはですね、前走と阪神大賞典が3着、1着の帝王ロイヤルとは5馬身差っていうのは結構大差がついたんですけど、2着のワープスピードとは首差、この初の3000メートルということを考慮しても、まあ走れることが分かったっていうのは、この天皇賞に向けては結構大きな収穫だったんじゃないかなというふうに思います。でもただ、前走、まあ、スタートから向こう上面まで結構入れ込み気味だったっていうことは大きくてですね、昨年札幌日経オープン勝ったんですけども、そこでも行きたがる面っていうのが
ても強い馬で、今回3200メートルになるので、折り合いっていうのはやっぱり重要なポイントになるかなというふうには思います。ですけども、まあ、決して折り合えないっていうタイプの馬ではないので、まあ、現在の吉岡厩舎の方でですね、我慢させる練習というのを行っているようなので、研究2戦目ということで、前進っていうのもね、見込めるんじゃないかなというふうに思います。で、この馬、非常に小柄な馬でですね、前走の阪神大賞典、そして前々走ですね、日経新春杯、ともに馬体重が426キロっていう、まあ非常に小さな馬にはなるんですけど、前走58キロ、前々走は57キロを背負って放送していますので、少なくともこう、筋量に負けるっていうようなことは、まあ考えなくてもいいのかなというふうに思います。馬場適正に関してなんですけども、不良馬場、で、3勝クラス勝っていますし、やや重の函館記念では、ま、直線最後鋭く伸びて、大阪杯2着だったローションパークの3着に来ていますし、先ほど言った札幌日経オープンもやや重馬場で快勝していますので、そういったま、馬場左右されないっていうのは大きい魅力なんじゃないかなと思います。で、この天皇賞春の舞台になります、京都の外回りコースですね。こちらは日経新春杯も勝っているっていう経験、やはり大きいと思いますし、折り合いがついて運べるだったら十分にこう勝つチャンスはある馬なんじゃないかなというふうに思います。では続いてワープスピードも石川くんに解説していただきたいと思います。こちらお父さんがドレフォン、お母さんのお父さんがディープインパクト、こちらはまあ重賞勝ちっていうのは特にないんですけども、昨年の秋ですね、京都のコトステークスを勝ち上がってからステイヤーズステークスで4着で、ダイヤモンドステークスが3着、前走阪神大賞典が2着というふうに、長距離の重賞をこう立て続けに使われてきているんですけど、安定してこう走れているっていうのは十分評価できるポイントなんじゃないかなというふうに思いますね。前走なんですけど、前半ゆったりとこう馬のリズムで運んでいってですね、向こう正面に入るところぐらいから動き始めて、先段に取り付いてですね、直線もしぶとく伸びて2着に来ましたし、前走のラップタイムですね、そこに1000メートルから11秒台が刻まれるっていう、いわゆるロングスパートのようなレース展開にはなったんですけども、そこでね、残り6ハロン、1200メートル地点ぐらいからこの馬はもう動き始めていたので、そこで2着に粘ったっていうことは、でこの馬相当スタミナに関してはあるんじゃないかなというふうに思いますね。前々走のダイヤモンドステークスの3着とはいえ、こちらは初馬の時にですね、隣に寄られる不利がありまして、ポジションがこうスムーズに取られなかったということを、まあ、ジョッキーもおっしゃっていましたし、まあそこで先着されたね、帝王ロイヤルとサリエラ、まあ、そちらの馬とも最後直線はこう劣らない足を使えていましたし、位置取りの差だけだったかなという印象です。ただまあこうそういったまあ溜めて運んで足を使うっていう競馬ももちろんできる馬ではあるんですけども、前で運んだ時の方がこう結果には繋がっているというのが出ておりますので、どちらかというとこう上がりが適度にかかったレースで長所であるスタミナを活かせるようなレース運びができた方が馬にとってはいいんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。では次にですね、去年のダービー馬タスティエラについて五十嵐くんに解説していただきたいと思います。ではタスティエラについてご紹介させていただきます。まあ、先ほどの紹介あった通り去年のダービー馬でございますけれども、ここ2戦は小馬との対決、有馬記念と大阪杯。まあ、有馬記念は7枠13番という不利な枠から直線に入ったところで他の馬に挟まれてしまう不利もありながら6着に検討したという点は評価できるところかなと思います。前走の大阪杯も4番手を先行して、この馬の持ち味を活かせる先行策で進められたかなと思うんですが、向こう正面のところでローションパークが一気にまくりで、道中に動きがあって、なかなか足の溜まりづらい展開になってしまって、そういったところで大阪杯はこの馬には向かなかった展開になってしまったのかなという印象を持っています。また、共同通信杯、これが馬券に絡まなかったですよね。休み明けのレースでして、今回の大阪杯も休み明けということで、一回叩いてからの方が、この馬は良さが出るのかなと思います。弥生賞も叩き2走目でしたし、今回一個叩いて、大きいとこ取りに来て、っていうところは期待持てる点かなと思います。菊花賞にこの馬は出走していまして、ドゥレッツァに及ばず2着でしたが、道中の折り合いなんかを見ても長い距離も問題ないタイプに思えますし、母父がマンハッタンカフェとテオロイヤルと同じなんですが、血統面から見ても適性に関しては十分あると思っています。また臨戦過程に関しまして、前走大阪杯、過去の大阪杯から出走した馬を見てみると、2016年と17年連覇したキサンブラックだったり、2018年に2着に入ったシュバルグラン、こういった名馬たちが大阪杯から春の天皇賞で構想している。そういうところを見ても、まあ不安点は少ないかなと思います。ダービー馬の出走というのは2021年のマカ引きぶりだそうで、かつと2007年の名将サムソンぶりということで、ダービー馬がここで復活なんていうのもドラマ性があって面白いのかなと思います。
以上です。では、五十嵐くんに引き続き、サリエラについても解説していただきたいと思います。サリエラは5歳のヒンバーですね。父がディープインパクト、母がサロミナというドイツの由緒正しき S ラインの両結馬なんですけれども、父さんディープインパクトということで、この馬の産駒が天皇賞を32回走りまして4勝と。これは天皇賞の歴史の中で最多タイの結果で、サンデーサイレンスやステイゴールで並ぶとても天皇賞に強いお父さんということで、まあ、サリエラにも期待が持てるところではあるんですが、お母さんサロミナの産駒トラキアはお父さんディープインパクトで全兄弟ですが、5歳の年の有馬記念2着に入る、どちらかというと晩成の血統なのかなという気もしまして、サリエラ5歳ですからそろそろ花開いてもいいのかなというところでございます。サリエラは案上が発表されていまして、武豊騎手であると。頼れるレジェンド、春の天皇賞は8勝という。県内に入る確率も 62% であると。で、武豊騎手、デビュー以来3000メートル以上のレースを乗った回数が128回あるんですが、半分馬券内に入っていると、とてつもない騎手を迎えて、まあ、サリエラ必勝を期すというところで、はあるんですが、前走ダイヤモンドステークスの臨戦過程であったり、あとは牝馬というところで、まあ、マイナスに見ている方もいるのかなとは思うんですが、ダイヤモンドステークスで負けた相手がテオロイヤル。で、前走のダイヤモンドステークスもサリエラこれが初めての長距離ですから、ここを使って天皇賞春、まあ、だいぶ長距離に対して上積みがあるのかなと考えています。で、牝馬について、グレード制以降、天皇賞春に出走した牝馬は、3着が1回あるだけなんですが、この1回が2021年のカレン・ブーケドール、国枝調教師の管理馬である。というところで、サリエラも国枝調教師の管理馬ですから、春の天皇賞に牝馬を出走させるという経験であったり、知識であったりは、他の調教師より優れているのかなと思います。また、ダイヤモンドステークスはハンデ戦なんですが、今回 55.5 キロを背負って2着ということで、芝の2400メートル以上のレースで、ハンデ 55.5 キロ以上を背負って馬券内に入った馬というのが、グレード制志向以降に3頭いるんですけど、マリアライト、レディーパステル、サンドピアリス、どれも G1 連帯以上の経験があるというところで、サリエラもその名馬たちに並ぶぐらいの能力は持っているのかなと思います。ダイヤモンドステークスを牝馬で連帯して、春の天皇賞に出走した馬が1頭だけ過去にいるんですけど、1984年の神のすみれと言って、天皇賞春は10着だったんですが、3200メートルだった頃の天皇賞秋、2着に入っているんですね。春の天皇賞牝馬が勝ったのは1頭しかいない1953年のレダのみっていうのは、まあ皆さんもご存知のことかと思いますが、天皇賞秋は3200メートルだった頃、牝馬10頭も勝ってるんですね。ここ10年の東京と京都の芝の牝馬の勝率調べたんですが、東京が 6.5%、京都が 6.8% と、コースの性別による差ってほぼほぼないに等しいので、ここで牝馬の春天優勝馬が出てもおかしくないのかなと思っております。はい、ありがとうございます。では次に AJCC を勝ちましたチャックネイトについて星谷くんに解説していただきたいと思います。お願いします。チャックネイトは昨年の秋のアルゼンチン共和国杯でオープン初挑戦で重賞だったんですけど、そこでまあ仮に今回天皇賞に出ていたら人気になっていたであろうゼフィーロと0秒23の3着と強い相手とも見られる力があるということを示した一戦だったかなと思います。前走のアメリカジョッキークラブカップは、ボッケリーニの2着ということなんですが、まあ、ボッケリーニはこれまで重賞で2着が7回ありまして、この時の勝ち馬がタイトルホルダーだったり、ベラーズールだったり、先日大阪杯を勝ったベラジオペアだったりと、ボッケリーニ自体は G1 ではあまりいい成績を残していませんが、G2、G3 では G1 を勝つような一戦級の馬と互角に勝負できているということで、チャックネートにも期待がかかります。前走は不良馬場での勝利ということで、雨が降って馬場が重くなるようであるなら、そして、他の馬がそれを苦手とするのであれば、この馬にもチャンスはあるのかなと思います。ただ、ハーツクライ3区は春の天皇賞も菊花賞も一度も勝てていないので、そこがちょっと不安ではありますが、6歳にして、今が充実していると思いますので、ぜひ好勝負を期待したいと思います。ではもう一頭、サボーナについても解説をお願いします。はい、サボーナは前走阪神大賞典で6着だったんですけども、キャリア初めてのヤヤオモバということで、それが得意ではなかったのかなと思います。で、先ほどのチャックネートとは反対に、このまま本番でも両馬場でやりたいなというタイプの馬かと思います。4歳馬ですので、まだまだ成長していると思いますし、菊花賞や日系新秀杯を見ても、まあ京都競馬場は合っていそうだなという印象があります。この馬は、まあ、福島の2勝クラスで逃げて勝っているんですけども、今回は先行馬も
結構多そうなメンバーであるんですが、もし途中でペースが大幅に緩むようなら、菊花賞のような途中で動いていく競馬を期待したいと思います。ただ、この馬も出遅れ癖があるので、そこをゲートをうまく出て展開が向けば面白い存在ではないかなと思います。以上です。わかりました。ありがとうございます。皆さん、解説ありがとうございました。これを視聴者の方もぜひ参考にしていただければなと思います。それでですね、みんなの天皇賞春注目馬を聞いていきたいと思います。では、まず、五十嵐君から。私の天皇賞春注目馬は、テオロイヤルです。やはり、ダイヤモンドステークスと阪神大賞典を、ああいう勝ち方されちゃったらもう、注目するしかないでしょうというところですね。はい。では、中津川君。もう、私は、ドゥレッツです。はい。はい、天皇賞春っていうレースは、まあ、スタミナはもちろんなんですけれども、はい、京都に適正あるスピードっていうのがやっぱ求められるのかなっていうふうに思いまして、はい、やっぱりそのスピード能力っていうことで考えると、このメンバーの中だったらやっぱドゥレッツァは頭一つ抜けてるのかなっていうふうに思いまして、はい、私は本命、このままいきます。はい。では次、増田さん。私の注目馬は、帝王ロイヤルです。天皇賞春の特徴として、ルーキーとかポッと出て勝つというよりかは、実力とかもすでに実績がある馬がここでも好走するっていうのが特徴だと思うんですけども、すごくやっぱり実績っていうものを重視して、行きたいのかなっていうふうに思います。また、その、ステップとして見てみると、阪神大賞典で1着取って、春の天皇賞でも1着取るっていう馬だったと、去年のジャスティン・パレスとか、レインボーラインとか、ゴールドシップと名馬が名を連ねていますけど、帝王ロイヤルもここに名を連ねるんじゃないかというふうに思います。はい。では、石川くん。私の注目馬、ブローザホーンですね。まあ、理由といたしましては、小柄な馬。見てて応援したくなりますし、お母さんのお父さん、デュランダルっていうの、ああいう馬から、この長距離の馬に繋がってくるっていうのもまた面白いなと思うので、ここで一つ勝ってもらって、そういったまた競馬の魅力っていうのも、ここでまた、ね、一つ皆さんに知ってもらえたら面白いかなと思いますので、私、ブローザホーン注目させていただきたいと思います。はい。では最後に、星谷くんの注目馬をお願いします。はい。僕の注目馬はハッピーですね。はい、まあ、理由としましては、そんなに人気にならないでしょうし、人気以上に走ってくれそうだと思うからです。以上です。皆さんの注目馬を紹介していただきましたけれども、どうですか？今回動画に出てみて、まだ入社して3週間とかですね。どうですか、増田さん。すごい緊張して、もう見てわかると思うんですけど、顔が高いですね。高いですね。ギリギリの精神状態で。どうですか、中津川くん。僕はもう、まあ、後々、いろいろこう予想とか、まあ、テレビとかラジオとか出演するのも一つの、まあ、今の目標なんですけど、はい、こんなに早く、こうやって顔を出して、まあ、予想であったりと、自分自身のこう調べた情報を伝えるっていう、まあ、作業をする中で、やってる馬の皆さんの仕事もそうですし、情報量とそれをまとめる力っていうのもやってみて、痛感しましたね。自分より生まれる前から、やっていらっしゃる方もいらっしゃいますし、今後やらせてもらう中で、この力は絶対必要だと思うので、画面慣れも含めて、今後も頑張っていきたいなっていうふうに思います。はい。なんか皆さんの競馬、もともと好きなんですかね。なんかブックの商品とか、うん、なんか例えば週刊誌だったり、ウェブとか、こうやって使ってるよとかっていうのあったりしますか？五十嵐君どうですか？競馬ブックのネットサービスウェブの方は、その今からどんどんで遡っていくと、ポイントだったり、あとは、厩舎環境者のコメントが全部載ってるっていうのは、使ってる側としてありがたいなと思ってます。星谷くんどうですか？まあ僕はそこまで調教っていうのはよくわかっていないんですけど、まあブックのウェブは過去の調教がもうすぐに見れるので、これから勉強していくときにちょっと使って、もうちょっと調教のことを勉強していこうかなと思っています。なんか石川くん、皆さんにこうやって使ったらいいよとかおすすめとかって。あと初心者の方にもね、見てもらえたらいいなって思ってるんですけど、なんかおすすめとかあります？皆さんやっぱ競馬場とか行かれるとしたら、やっぱりまず新聞をお買い求めいただくっていうことが多いと思うんですけど、スマートフォンとか、あとパソコンなんかでこう見られるって、うん、簡単に見られるし、情報量もすごい多いっていうのはやっぱり魅力だなと思いますし、その分こう、自分の知りたい情報だけじゃなくて、こうそれに付随する情報なんかもたくさん知れますし、それやってるうちにこう競馬の知識なんかもどんどん身についてくると思いますし、僕自身もこう今仕事をやらせていただいて、こう実際競馬ブックの情報なんか使わせていただいてるんですけど、新たな発見ばかりなので、ぜひぜひ皆さんにも使っていただいて、どんどん競馬好きになっていただければなと
思います。はい、ありがとうございます。でもあの全然ね、1年目とは思えないような喋り口で皆さん、各話の紹介していただいたんですけれども、この動画をね、見て、天皇賞春予想している方もいらっしゃると思いますので、ぜひこの動画を参考にしていただけたらなと思います。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。